はいどうもエイトです。ということで本日ね来ました、新しいパワーリフティングジムの鬼ジムライトというところに来ました。ということでちょっと今日ね案件の動画になるんですけども、新しくね京浜東北線大森駅北口徒歩1分の鬼ジムライトにやってきました。でここの鬼ジムライトは町屋とか、大阪にまあ大きなジムがあるバージョンの、まあ、若干なんだろうなミニマム型の、まあ、ジムにはなってるってことで来たんですけど、早速中見たら全然そんなことない、めちゃくちゃ設備ある、全然広かった、もうか結構ね環境がいいジムなので、今日はねそれを紹介しつつ、ちょっとね、GCP 前近いので練習もしながら、このジムの魅力を伝えていけたらなと、思っております。ただ僕だけだとこのジムの魅力伝わりきんないんで、ちょっと一人ね紹介したい人がいます。皆さんにどうぞ。はい、ということでよろしくお願いします。どうも、阿部と申す。鬼ジム町屋の店長さんですよね。はい、はい、やってる阿部さんでございます。まあ、そんな阿部さんがね、この鬼ジムライトの軽くね、特徴あたりとかちょっと紹介してくれるということなので、ちょっと教えてください僕に。鬼ジムライトのいいところ。はい、駅から近い。映像にも入れてるとは思うんですけど、案内図、僕動画撮ったと思うんですけど、マジですぐだった。すっごい近いですね。それが1分ということです。はい、コンビニが近くにたくさんある。セブン、ファミマ、ローソン選び放題です。あ、もうこれは完全にトレーニーからしたら最高の環境ですね。ここのジムはですね、どうしても水がないのでご自身で買ってきてもらう必要があるんですけども、そういった時にね3つもコンビニあると非常に便利です。でこの北口からこの鬼ジムライトまでの間に1個あるので、まあ、多分おそらくそこで完結できるんじゃないかなというところですね。ラックの待ち時間、はい、ないです。ここ待ち時間本当にないと思います。マジでマジで最高この環境。高いんでしょ阿部さん。ミニマム4400円、月額4400円でございます。なので、1年間通ったとしても、まあ、5万から6万ぐらいでこのジムを365日使えるっていうことですよね。そうです。例えば時間帯を、はい、この時間帯限定っていうふうにしちゃうと、はい、1870円から。ええな、もう一回言ってください。1870円から。1870円。はい、まあ某ね、格安ジム行ったりとかしてますけども、1870円は聞いたことないっすよ。ちょっとなんでそんな1870円最低価格の鬼ジムライト今日ちょっと使ってデッドリフト、まあ、練習やっていこうかなというふうに思います。じゃあ阿部さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。阿部さん、1870円ガチっすか？ガチっす、ガチっす。本当っすか？じゃあ確認します。確認しないでくださいよ。そんなもんだってもう絶対知っててくださいよ。そんな、待ってください。なんで今調べてんすか、スタッフさん。衝撃すぎて今。1870円は1870円です。あ、確定しました。はい、ちょっと見せてください。それこれがですね、モーニングの会員さんになってます。土日祝日はご利用いただけないんですけれども、はい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 、時間帯を限定すれば1870円でご利用いただけます。はい、ちょっとそんな感じでね、鬼ジムライト紹介してもらったので、早速ね本当にいいジムなのかってのを実際に今日はデッドリフトやりながらね紹介していこうかなというふうに思います。はい、じゃあね、4台あるうちの1つ使います。これねかなり便利だわ。で基本的に全部メーカーはね鬼ジムなんで、鬼ジムの器具で揃えられていますよね。はい、のでなんかどっかによって変わるとかっていう変ななんかエラーがないので、まあどこ使っても基本的に同じ環境っていうところがまあいいのかなっていうところで、結構鬼ジムライトのプラットフォームが評判がいいっていう話を結構聞くんで、ちょっと使ってみます。あ、いいわ、いいっすね、ちゃんと硬い。やりやすい、あと静か、これはいいわ。じゃあ重さ上げてってどうなるかって話ですよね。そうですね。
これマジこれぐらいしかあげないと。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。よし。はい。あ、よいしょ。今デッドリフトが250キロかな引いたんですけど、あの練習でもなかなかね250持たないんですよ僕。なんでかっていうと弱いから、ね、弱いとね多分人間本能的にねその種目を避けたがる、ないしはやっても重たいものをやんなくなるみたいなのがあって、もう僕それも典型例でデッドが苦手であんまり触ってこなかったんだけど、今日ここのオニジムライト続いて最初 YouTube 撮影始めてほぼほぼノーアップ、もうマジでほぼほぼノーアップで店長の阿部さんの目の前でひたすらやってたんですけど、なんとね250軽くいけました。まあねトップ選手はねもう300とか370キロって引いちゃう世界ですけど、まあそれでも僕からしたらこの250がこのスピードで上がるのは結構快挙なことなので、ちょっと嬉しいのが素直に嬉しいなって。でまあそれはいいとして、実際に引いてみて何か感じたことがあるかってところなんですけど、あのね足場がすっごく踏みやすい。これね某金色のジム行ってれば分かると思うんですけど、結構ね床の部分がね雑なところが多いんですよ。いわゆるプラットフォーム足場が結構雑なところが多いから、踏もうと思ってもなんかそこで滑ったりとか踏みにくいみたいなことが起きてくるんですけど、なんかここのねちょうどこのちょっと肌色っぽいところあるじゃん、ここの蹴るところがすっごいしっかり硬いから、しっかりと力を伝えた時に反発で返ってくれるから、あのこの重たい重量も結構押しやすい、なんか引くっていうよりかは自分の足で押しやすい感覚にあの結構近くなるかなっていう感じで、もう一つが黒いマットの方、プレートが置かれてる方がすっげえ音鳴らないっしょ。あのねとにかくね威力を吸収してくれるマットみたいな感じで、この重量を持ってるとやっぱり下ろしとどう丁寧にやってても結構音鳴っちゃうことが多いのよ。なんだけど今聞いてたら分かるけど全然音鳴らなかったじゃん。だからやっぱりパワーリフティング系の人とかちょっと重さ持つよって人は割とここで重さ持っても結構いけるかもしれない。まあ、ただねここビルの4階っていうまあテナント借りてるところだから、ある程度ねその一般常識的なドロップのところは考えてほしいところではあるんですけど、まあそれでも結構ここは静音対策すごくできてると思うので、ぜひ重さを持つ人はね来てください。じゃあちょっとこの後レップかな、トップは終わったんでレップやっていきます。よいしょ。こんな感じで大丈夫ですか？いやーやっぱすごいですねトークが。はい、ということで今日のトレーニング終わりました。ちょっともうねあの髪の毛切るためにもうすぐ出なきゃいけなくて、ちょっともうサクッと終わらせたんですけど、あのなんか僕ね今日のこのオニジムライト使ってみて素直に思うのは、あのサブで使うのが一番僕的にはなんかいいのかなと思ってて、で例えばこのリッチだったらあのゴールドジムがあるので、なんか普段からボディービルトレーニングとかあのボディメイクのトレーニングする人なんかはそっちでメイン使いつつ、サブでこっち契約してあのオフの時期とかでフォーム修正とかあの重さ持つトレーニングをするとかだったらこっちの環境の方が絶対にいいわけなんで、まあ、そういう使い方がいいのかなって。ただ両方同時に契約しちゃうと金額結構かさんじゃうんで、今本当に自分が通ってるねゴールドジムの通い方が朝しか行かないとか土日は行かないとか、そういう形があるんだったらちょっとゴールドジムの会員種別ちょっと下げて
で、その浮いた分のお金をここに回すみたいな形でも僕は全然いいのかなっていう、むしろそっちの使い方の方が結構賢いかなって思うので、まあ、そこら辺もね、柔軟に金額形態がここのジムあるので、まあ、いろいろとプラン見てみてください。概要欄に貼っておくので皆さんぜひねチェックしてみてください。特に京浜東北線ユーザー、あと他なんか通ってます。じゃあ、頑張って京急の大森海岸ってのもあるらしいので、まあ使ってみてください。それじゃあまたお疲れ様でした。